いつもありがとうございます。パーソナルブレイクですね。はい、こちら、スリージャイオン。はい。ご依頼者、高橋さんです。はい、じゃあ、一個一個ね、開けてきます。よいしょ。高橋さんはやっぱりブラスターのが、はい、好みかなっていう、はい、感じでした。よいしょ。まあね、24パック、まあ合計26枚しかないんですけど、なんか絡みやすそうな気がする。ルーキーのプリズムが、はい、よく出そうな気がするぐらいでしょうけどね。はい。よいしょ。はい、じゃあ行きます。インサートですね。5が。よいしょ。ルキ。ポータージュニア。はい。ドンチは弾いていきましょうか。ドンチとコービー、レギュラーは弾いていきますね。出たらね。はい。シルバーは、レブロン！これは大きい。はい。ざわざわ。はい。レブロンのシルバー。はい。メモラ。お、コービー・ブライアント。おー、ジャージのコービー、これ初めて見ました。もう後ろのグリーン。はい。ホワイト。コービーのジャージ、リテールから初めて見た。はい。すいません。はい。さっきレブロンの時、ちょっと喉損傷しました。はい。お、いいっすね。この出方ね、たまんないですね。レブロンのシルバー着てコビーのジャージですよ。ねえ、フルカンバーってやつだよね。ねえ、なかなかないですよ。もうワンワンとか引くより当てるよりこういう出方をしてくれた方がテンション上がりますね。フォックス、喉痛めてしまいました。はい。グリーン、サイブですね。おー、いいっすね。うん、レブロンのシルバーの次にコービーのジャージですよ。めっちゃいいっすね。感動です。はい。2箱目。いやー、なんか素敵ですね。まあ、たまたまでしょうけどね。たまたま重なった。お、メモラがない。あ、でもひっくり返ってない。ん？途中にあるのかな。はい、シルバー、ティムハードウェイ息子、ルーキー、スコフィールド、バレット。ファイナリスト、オラジュア。あ、あったあったあった。ルーキー、ボルボールちゃんの下です。ひっくり返ってます。サインっぽいですね。せーの。ジーパーロック書いてんだ。グリーンは、ミドルトン。ペンマンシップにいるの。レジーバロック自体、サインカードって、はい。しかもね、ユニフォームはレイカーズです。チームはね、ニックスです。はい。サイン出ました。で、ミドルトン。サマニッチ。で、シルバーは、ミドルトン。グリーンと、はい、シルバーね。これ、パニーニあるあるです、最近ね。純粋に300分の1で、だからジャイオンっていうのもあるんですよ。はい、インサート、タウンズ。よいしょ。
はい、3箱目。いやー、1箱目のブラスター、あ、バレット痺れましたね、あれは。いやー、いいですね、スポーツカードっていいですね。よいしょ。さあ、3箱目です。よいしょ。メモラかな。はい、ノエル、シルバ、マラビッチ、インサートはテイタム、クラークですね。これはまあいいでしょう。よいしょ。セコ君で、メモラ、ここドワイト・パウエル、はい、ダニー・グリーン、こうですね。はい、まあメモラジャージですね、いっぱいいますお、ルーキーシルバー最後に来ましたよ。来ます、せーの、よいしょ。あ、 PJ、 まあまあまあ OK でしょう。 PJ のシルバー来ました。はい、で、バレットね、ファイナリスト、ラリーバードという結果でした。はい、もう1箱目のブラスター、いい思い出になるんじゃないですかね。ね、はい、で、ルーキーのシルバーも一応1枚出ましたんで、よかったです。はい、コビの、あ、まあサインも出たもんね。はい、コビのジャージね、あとレブロンのこのシルバー一緒に飾るのもありじゃないかなと思います。レブロンのシルバーはかなり状態良かったと思います。左右はまあまあ OK だ、ちょい左でもまあ 9.5 狙えるレベルくらいかな。うん、上下はちょっと見てないですけど。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。